結論から言うと、スト5とかの900よりスト6の9000は強いです。結論から言うと、理由は剣あんまり変わってない。そうなんだ。それ多分そう、合気使わねえとあと1年どう遊びづらくねえか。なんかあるんかな。ジャスパラに置き攻め消えたの相対強化。まあその部分はそうね。あ、中足7フレ。リバにパリした距離近くなるんかね。ああ、ありそうだね。わあ、ありそうだね。なるほど。ショーパンとか打っといて、パリ仕込んどく感じか。あ、でもそれだとさ、なんか、ラッシュ出ちゃいそうじゃね。あ、いいのか。ガード方向で打っときゃいいのか。あ、てか、しゃがみで打っときゃいいのか。チュンリーより歩き早い。え、ゴーキーやば。体力9000なのがネックなだけ。あ、じゃあもう明確に強くしてますよと。だから9000なんですよと。空陣にかかんない。中攻撃が短い。あー、そうなんだ。立ち台パンがすげえ長いっていうのをなんか見たんだけど、あれかな、確認とかできんのかな。どうせ中攻撃はガードでプラスフレームとかでしょ。まあそうだよね。大体そうだよね。あ、できるんだ。中パン対抗が強い。空陣から通常座繋がらない。まあどうせパニカンなら繋がるんでしょ。立ち中はプラス。このゲームで9000ってきつくない。どうなんだろうね。わかんないよね。あ、でもね、あ、違う。あのね、これまでの格ゲーの、まあ言ったら1万ってさ、1000でしょ。今までの格ゲーで言うと。で、9000が900じゃん。そこまではいいですか。なんだけど、スト6、まあ結論から言うと、スト5とかの900よりスト6の9000は強いです。結論から言うと、理由は体力補正、体力が減ることによる防御力補正がないから。そう、だから以前は1000のキャラって体力補正によっていくつだったっけな、実質例えば100攻撃力、100の攻撃があるとするんじゃん、まあ、大盤でも大キックでも何でもいいんだけど、まあ、100ダメージ100の攻撃があるとして、10回殴って死ぬかっつったら、まあ、死なないわけだよね。だから実質1000いくつあったかな、これ全部調べたんだよな、まあ、1000いくつなんだよ。でそれに対してその950とか900っていうかね、体力が減るとそのもらえる根性値ボーナスも減ってるから、実際の差は100以上あったんだよね。なんか結構あったんだよ。そうだから、その体力が少ないっていうのはその数字以上に開きがあったのね、実は。そう、数字以上に差があった。うん、ほうほうほう。でだけどこれの場合ってそのままじゃん、額面通り受け取っていいわけじゃん。1万と9000っていう、ジャスト1000でしか違いがないから、こっちの方が体力少ないキャラの恩恵はでかいと思う。あ、でかいはず。そのスト5の頃に習うと。1050と930みたいな。なんかね、そんな感じだった気がする。多い方が強かった。そう。たださ、このゲームさ、どうなんだろうね。だからその、みんなさ、体力一緒だからさ、なんか考えたことなかったけどさ、減りが増えるのかな。でもゲージが短くなるのかな。最初から減ってる状態にするのかな。どうすんだろうね。あ、っていうか、そうか、ロケて行った人たちがわかるじゃん。どうなってんの、減りが早いの。なるほどね。ていうか、それさ、なんかあれだよね。豪気が9000になるタイミングでさ、体力調整全キャラ入りそうじゃない？全キャラじゃないけどさ、残儀とか体力増えそうじゃない？ねえ。要するにそのルールをもう変えちゃうわけだからさ、それがあるからいいや。あ、残儀はもう1万1000か。まあ、体力調整って、ゲーム性が変わるわけじゃないから、まあ、面白くない調整っちゃ面白くない調整なんだけど、ただね、これ以上確実な調整はない。格闘ゲームにおいて体力調整ほどの劇薬はないんですよ、皆さん。絶対に勝率に影響が出るんだよ、これ。おもろいもんで。たった25差つけるだけで、たった20、例えばスト4とかスト5で、25体力増やす減らすするだけで、マジで勝率変わるから。うん、マジで勝率変わるから。そう。たった25じゃんね、とか思うじゃん。けどね、やっぱその25で勝率変わるんだよね。まあでもさ、意外とさ、なんか、まあ考え方として正しいかどうかわかんないけどさ、俺、裏面でやってた時に、だいたいね、まあ、半年ぐらい、回数的には3000回ぐらい打ったのかな ?3000 ハンチャンぐらい打ったのかな、トンプで。まあ500回、まあ3000回ぐらいか。3000ハンチャンぐらい打ったのよ。で、だいたい、
半チャン1回の期待値、俺の展望の期待値がプラスだったんだけど、プラスね、何点だったかな、100回打って、1000点だと、あ、だから、ね、あ、ちょっと、いや、忘れちゃったな。確かね、1000点ぐらい。馬込みで。ん？あ、違う、ごめん。6000点か。あれ？ゲーム代が500円で、なんか計算したんだよな。6000点か。あれ？ 6000 点？そんなある？それ化け物だよな。うわ、忘れちゃったな。いや、ちょっと待って、それはおかしいな。そんなわけないな。あれでも1000？ ごめん、6000点なわけないな。ゲーム代払って、まあ、そのゲーム代後で帰ってくるんだけど、600回打って、ゲーム代払って、6万誠意でプラス何点？半チャン1回。ゲーム代500円。一半チャンにつき100誠意プラスなわけじゃん。だから6000点じゃない？実質。うん、まあ、主義とかあるけど、ああ、そう、馬込みよ。ああ、そう、馬込みね。もちろん、馬も混んでるし、その、祝儀も全部ごっちゃにしちゃってるから、だいたい100誠意浮くのよ。半チャン1回で。で、それってさ、旗から見てると、めっちゃ勝ってる人なの、それ。だいぶ勝ってる方なのよ。旗から見てるとね。その店でね。その店の中ではめっちゃ勝ってる方なんだ。っていう印象を受けるはずなんだ。平均100誠意浮いてるっていうのは、かなり勝ってる方だと思うんだ。アベレージだからね。3000半チャンのアベレージがそれぐらいだから。でも、実際は、そう。実際はたった100誠意しか浮いてないんですよ。トータルで見ると。だから、その、格ゲーの体力25増えるっていうのは、やばいのよ。やばいんですよ。だから、その、だって、2万5000だから、4分 ?2 万5000を ?2 万5000点を、ああ、ダメだ。算数苦手。2万5000点を、体力1万に換算すると、換算するとっていうか、どうなる？ 2万5000点を体力1万だと仮定した場合、1000点って体力いくつ？麻雀で自分だけ2万6000点差としたらめっちゃ収益下がるよね。もうやばいよ。え？ 4000。4000。あ、もうダメだ。まあ、頭よくわからないし。まあ、とにかく体力が増えるってのはやべえんだよってこと。ってことは9000の制御が起きて相当強くないと制御しないってこと。1000点は6で言うと400。400。ああ。400。じゃあ1万1000の残儀でさぞ強いんでしょうね。そうだよな。そうだよな。でも今残儀が、残儀って不遇だよねって言われてる分の、その分のマイナスを合気に足し算したら、どうなっちゃうんだろうね。残儀は一人だけ泣き禁止なみたいなもんだから。あ、素晴らしい例え。そうだね。そうだね。投げ禁止だね。残儀って。面前限定キャラみたいな。その代わり、3万点スタートでいいよみたいな。ドラゴンボールに相手の攻撃力を永続 21% 下げるキャラいたけど、ガチのぶっこりだった。21% はやべえだろう。それはやべえよ。それはやべえよ。21% はやばすぎるよ。それやばすぎる。あ、でもさ、03のさ、V イズムって 0.8 倍なんだよね、攻撃力。一緒だよね、ほぼ。自分の体力 20% 上がる感じ。まあそうだよね。ただ V イズムと Z イズム比較した時に圧倒的に V が強かったから。だから 20% はさ、やっぱシステムとかで簡単にひっくり返るってことだよね。だって V が全キャラ1万で、Z 全キャラ1万2000みたいな話じゃん？今の話で言うと。体力は 25% 以上増える計算？そうなの？算数むずいな。0.8 倍なら相手の体力実質12,500。へぇー！折り込んで取れるダメージが体力差に変換されるが、いや、まあそうなんだけどね。まあそうなんだけどね。まあてか、そもそもエーバーがあったから体力関係ねえじゃん、マジで。そうか。いや、合気どうなんだろうね。まあでも確かに9000だから、強いのは間違いねえと思うけど、安定させんのは意外と難しいかもね。体力9000は実質高知の火力が上がってるってことか。まあそうだよね。合気は玉抜けがない。うわぁ！ガイルに勝てんのか、それ。灼熱で頑張んのかな。アシュラ弱いんだ。エータもガイルキス、あ、そうなんだ。まあなんかさ、空中機能変化結構あるから、それでなんとかすんのかなと思うけど、ハメコ曰くアシュラの使い道が分かる。そうなんだ。さすがに、スト5開発陣はなんかいろいろ考えてると思うけどな。
柱旋風が強かったらでも暴動起きるからな。